ワークアウトパートナーの井上大我です。いつもありがとうございます。今回はボディーコンバット92番のトラックの4番目に出てきますキャットスタンスからのこのフロントキック2回といったコンビネーションのポイントについてお伝えをしていきます。以前ですね、このキャットスタンスとフロントキックにつきまして別の動画でもご紹介をしておりますが、基本的にこのキャットスタンスのやり方はこの動画ですね、また確認をしていただければと思いますが、ちょっとですね変わっているのが、マニュアル上ですね、前回私紹介をした時に後ろ足を45度といったことをですねお伝えしたんですが、今回ボディーコンバット92番では目安としてはだいたい15度ですね、後ろ足を15度、なので少しだけ開くといったイメージで足をですね開いていただければと思います。ただこれもですね、股関節の状態人によって違いますので、これ15度がやりにくい場合は多少開いて45度などですね調節をしながら行っていただければと思います。そして今回ですね注目をしていきたいのは、このキャットスタンスの状態からフロントキックが2回ありますが、今回これがジャンプをした状態でのフロントキック2回といったことになってますので、このやり方についてご紹介をしていきます。まず今回のですねトラックでは構えが基本的に手をこう開いた状態で構えます、はい、そして後ろ足だいたい体重ですね 70%、 前足 30% で構えていくんですが、この状態からまずジャンプをせずにですねフロントキックの練習をしていきます、はい、ここでのポイント、まずフロントキックを蹴るときですね、通常のフロントキックと違って非常にですねキャットスタンスでこう下半身の動きが制限されています。この状態でいかに強いキックを蹴るかといったことになりますと、この前の手、ここをしっかりと振ってあげること、振ることで足がですね非常に出しやすく、また骨盤もわずかですが前に出しやすくなるので、その手をですねしっかり振るということ、はい、そしてこの時ですね手開いて構えているんですが、打つ時はこちらの反対側の手ですね、多少握りやすい方は握って蹴ってみていただくとやりやすくなるかもしれません。また反対に開いた方がやりやすいという方は開いたまま選択をしてみてください。そしてもう一つ引き足です。蹴った時に次蹴る方ばっかりを意識するのではなく、しっかり蹴った後に引いてくる、はい、この状態で引いてくることでこの蹴りがですねより鋭く変わりますので、ぜひですねこの引き足も意識をするといったことで、手を振ること、引き足を意識する、この2点をですね意識して今度ジャンプに変えていくと非常にやりやすくなります。ではジャンプをするときはですね、その高くというよりは少しこんな感じで弾むといったイメージでジャンプをしていただくとやりやすくなります。高く蹴るというよりは運動強度を上げていく、そんなイメージ。そしてジャンプをすると引き足がつい忘れがちになりますので、しっかり引き足、手を意識してこの状態から、はい、こんなイメージでぜひですね行ってみてください。ではもう一度ですね最後にまとめてやっていきます。まずはこの状態、ジャンプをせずに、そしてジャンプをすると、はい、こんな感じで変わりますので、また楽しみながらですね、ぜひ行っていただければと思います。では、今回は以上です。ありがとうございました。